今回も引き続き倭国についてお話しさせていただきます。これまでの動画では7世紀以前には大和朝廷は存在していなかったという考察や、北史と隋書には日本列島には秦王国があったと記されていて、これは聞きだけを読むと分かりませんでしたが、出雲口伝と宮下文書を読むと日本には秦国につながる王朝があったことが分かります。では隋書の有秦王国はいつまで日本列島に存在してたのでしょうか。また危機にはなかった秦国や倭国の歴史はいつ消されてしまったのでしょうか。この謎を解くのに重要になるのが白村江の戦いです。この戦いについては以前動画にしていますが、日本列島の歴史を紐解く上でとても大事な戦いなので、もう一度この海戦を軸に歴史を見ていこうと思います。隋書の秦王国がいつまで存在していたのかという問題ですが、おそらく白村江の戦いまでは日本列島に存在していた王国だと思います。危機ではこの戦いで敗戦したことにより中央集権体制が強化され軍事整備を行ったとあり、その後古事記日本書紀の編纂が始まります。この国内体制の変革と歴史書編纂の2つの事業はそれぞれが単独で始まった事業ではなく、セットで動き出した政策です。明治時代に富国強兵とセットにして始まった天皇神格化や太平洋戦争後の国内体制の整備、変革と歴史教科書の廃止、処分などと同様に国内体制の変革と歴史書は切っても切れない関係にあります。古事記の序には天武天皇の言葉としてこのようなことが書かれています。書家の持っている定期と本時は偽りが多いと聞く、故に定期を選録し旧字を等格して偽りの部分を削り、事実を定めて後世に伝えるために日枝のあれに定期と旧字を読み習わせたとあります。この古事記の作成において邪馬台国を含む倭国の歴史書である旧字と秦国の序福を含む歴史書、つまり本字が消えてしまうのですが、この危機編纂の過程は出雲口伝にも伝承があるので出雲と蘇我王国を見ていきます。722年頃、出雲国府東北の王の屋敷から向井家に会いたいとの知らせがあった。向井家の当主に王の安麻呂がこっそり話を伝えた。内容は右大臣の命により古事記と日本書紀を作ったことなどであった。出雲王国の歴史は出雲国の宮津子の要望により神話に書き換えられたが、王の安麻呂が出雲王国の王の個人名を古事記に書き加えたことを告げた。出雲神話の中に出雲国王の実名が書かれているのは不釣り合いである、しかしどうしても書きたかったと言った。向井家は王の安麻呂に出雲人を代表してお礼を述べた。古事記は柿の元の人麻呂が書いたという。危機は右大臣の独断で編集方針が決まり、制作が始まったから秘密にする必要があった、それが終わったから私は監禁されたと王の安麻呂が述べたとあります。危機は右大臣の独断で編集方針が決まり、制作が始まったから秘密にする必要があったという部分ですが、天武天皇が定期本字から偽りの部分を削って事実を定めたと古事記にあるのは、天武天皇にとって偽りとしておきたい部分であり、これが独断で秘密裏に行われたことが出雲口伝からわかります。白村江への戦いですが、この海戦以降古代の日本が所持していた大型構造船の造船技術や航海技術が突如衰退するという謎の現象が起きています。魏志倭人伝には卑弥呼が魏に対して成功10人と半婦を2匹に竹葬したことが書かれています。さらに卑弥呼の後継者伊予が送った使節団は施設に10人、成功男女合わせて30人を献じたとあります。これらの使節団の船には乗組員や護衛兵を加え、食料や飲料水、さらに貢ぎ物を厳重に保管しながら海を越えなければならず、大型の帆船くらいは必要だったと考えられます。日本書紀によれば663年の白村江の戦いで倭国は百済救援に向かっています。倭国軍は第一波だけでも約1万人の完全装備した兵士プラス馬を170隻の船で出動させています。これらの中には輸送船団を護衛するための強力な艦隊も存在していた可能性があります。このように
倭国は九州の港から大砲軍のインチョン港や近郊あたりまで航海できる技術を持ち合わせていたことがわかります。ところが白村江の戦いから約40年後の日東交渉が再開されてからは渡航自体が生きるか死ぬかの命がけの航海になっています。白村江の戦いであれだけの艦隊を駆使して交戦していた倭国の航海技術が急激にレベルが下がったのはなぜでしょうか。日本書紀や古事記では白村江の戦いで敗戦後安曇野水軍が全滅し、皇軍の安倍水軍はそれほど損害がなく戦後すぐに増員補強されたとありました。そうなると倭国の航海技術は戦後も残存していたことになるので航海技術が低下することはないと思うのですが、この矛盾はどういうことでしょうか。ここからは仮説ですが、白村江の戦いを指揮していたのは天智天皇の大和朝廷ではなく邪馬台国につながる天の川根を名乗る王朝だったのではないでしょうか。少なくとも隋の時代までは倭国が天の川根を持つ王朝であったことは随所を見てもわかると思います。この戦いで倭国の水軍は壊滅し、唐新羅との講和条約の一つとして水軍や戦艦の保持と造船を禁止されたのではないかという仮説です。戦勝国が負けた国に対して軍備制限を強制することは古代の世界史を見てもよくあることですし、太平洋戦争後の日本の航空技術を見ても明らかです。戦後日本の航空機は GHQ によって製造を禁止され、世界トップレベルだった日本の航空技術は1945年以降失われました。さらに航空機の研究や教育も禁止され、技術者が国内からいなくなります。これと同様のことが白村江の戦い後水軍艦隊で行われていたとすれば、わずか40年後には東シナ海を安全に航海できる航洋船がなければベテランの航海士もいないという謎の現象が説明できるのではないでしょうか。敗戦後に生きるか死ぬかの遣唐使を出航させていたのは天を名乗る和人ではなく大和朝廷の官僚たちです。倭国は主に海洋民族で構成されていたので、造船技術はもちろんのこと潮の流れや天気、星を読む能力に長けており、間違っても風任せの一か八かの航海などはしていなかったのです。倭国の人々にとって船がどれほど重要な存在で尊重していたのか、日本書紀の仁徳記や応神記に登場する唐野という大型船の記述を読めば理解できると思います。この船は長い間艦船として用いられた船です。この艦船の実績を称え、唐野の名を後世に伝えるため唐野船の廃材で塩を焼いたとあります。できた塩は500カボにもなり500の諸国に配ったとあります。唐野船の焼け残りで琴を作ればその音は七里に響き渡ったという記述からも、役目を終えた大型廃船は解体され木材は他の用途に供せられ無駄なく再利用されていたことがわかります。和人の船に対する感謝の念はこのような供養方法からも察することができます。以上のような解体を行っていたとしたら、古代の出土品の中に帆船の遺物が存在しないという疑問も理解できるのではないでしょうか。古代の船といえば丸木船や栗船などの原始的な船だけだったと思い込んでしまいますが、縄文時代の日本列島には海洋民族のインジンや和人が入っていたという情報からも、造船技術は大陸の民族よりも進んでいたことが十分に考えられ、和人が漢の造船技術を輸入したのではなくむしろ逆だったのではないでしょうか。丸木船や栗船は一般庶民の移動や漁などには重宝されていたと思いますが、遣隋使が貢ぎ物を乗せて運ぶにはふさわしい船とは言い難いです。白村江の戦いについて危機の内容が史実だとするなら、天智天皇は戦勝国側の党新羅から見たら戦争犯罪人のトップです。当時の天皇は太平洋戦争時の天皇とは違って事実上の陸海軍の最高司令官です。その天智天皇が敗戦後正式に即位して日本列島の支配を続けるというのは少し不自然です。以上のことを加味すると、唐新羅との戦いを白村江で遂行していたのはやはり邪馬台国につながる天の王朝だったということです。白村江の敗戦によって天を名乗っていた王朝は滅び去り、
随所の湯神王国もこの頃に姿を消します。出雲族や新国の徐福につながる一族が歴史の脇役となったことからも、この王国は事実上滅亡したと言えると思います。天武13年684年には物部氏は磯の神の氏に名を改めていて、村寺から遊びの兜を与えられたとあります。薬草の兜では7番目から2番目にランクアップしたわけですが、名を改めるというのは一族の名を捨てたとも取れます。うまく生き残った物部氏の一派は大和朝廷に磯の神として残留し、その一方で各地に潜伏した物部の一派もいました。今回は白月の絵の戦い後、航海技術が著しく低下したという謎の現象から、海戦後の古事記日本書紀の編纂の流れを見ていきました。古代史には膨大な学説がありますので、今回の内容はそのうちの一つだと思っていただいて、ぜひ皆さんも調べてみてください。概要欄に記載の参考書籍もぜひ読んでみてください。最後までご視聴していただきありがとうございました。